こんにちは。今回は2023年9月に三重県の鈴鹿サーキットで開催された F1 日本グランプリを観戦した時の動画になります。今年の日本グランプリは再来月の4月、初めての春の開催、どんな感じになるんですかね。今月末のバーレーングランプリからスタートする2024年シーズンが楽しみです。ハミルトンは今年でメルセデスを去りますし、サインツはどうなるか気になるし、アルファタウリやピザキャッシュアップ RD に変わりましたが、私は去年の動画を今まだ残る余韻に浸りながらお届けしたいと思います。ちなみに F1 好きなんですけども、専門的なことはよく分かっていません。ごめんなさい。予選と決勝の2日間を楽しんでいるだけの動画になっていますが、よかったらご覧ください。朝8時、名古屋駅に着きました。この日は3回目のフリー走行と予選が行われる日で、あとブルーインパルスのリハーサルもあるということで、ウキウキで向かっています。去年は往復シャトルバスを利用したんですが、今回は快速三重号という電車で向かうことにしました。鈴鹿サーキットまでの行き方って悩みますよね。1日数万人規模の人が鈴鹿市に向かうので、混雑は避けられないのは分かっているんですが、なんとかしたい。次に行くときは白子駅を利用したいなって思っています。約1時間ほどで鈴鹿サーキット井上駅に到着しました。この後は人の流れに沿って歩いていくと、約10分ちょっとで鈴鹿サーキットの1コーナーゲートに到着しました。普段開かないゲートなんですかね。グランプリスクエアに着きました。この時はだいたい10時ぐらいだったんですけど、とりあえずグッズを買うためにオフィシャルショップに行きました。 F1 と鈴鹿サーキットのコラボ商品だったり、もうたくさん欲しいのがあって、これとかジャパン鈴鹿って書いてある T シャツも可愛くて、これは買いましたね。欲しいのはたくさんあったんですけど、もう厳選していくつかお土産などを購入しました。A 席付近に黒猫大和の出張所があったので、もう買ったものは全てまとめて先に送りました。さっき行こう。気づけばもう11時半でフリー走行が始まっちゃうので、急いでビールを買って席に向かいます。今回は V1 席のグランドスタンド下段の席を取りました。目の前がフェンスだったので、こうクリアな視界ではないんですけど、やっぱりこの直線のスピード感を目の前でこう見れるのはすごく良かったですね。前回が2コーナー付近のレッドブル応援席の C 席だったので、 V 席で見れる感じとは全然違ったので、あれはあれでやっぱり良かったなぁとも思いました。フリー走行終了後は一度出てきました。本当は
BMW とミニの決勝レースがあったので見たかったんですけど、真正面から日が当たる席でもう本当に暑かったので一度涼みに行きました。前回来た時よりはやっぱり人が増えたかなと思いました。フードトラックもたくさんあったので、私のように食べたい飲みたいっていう人にとってはすごく助かります。行列もできてるんですけど結構進みが早いですね。で、このトルコアイスが食べてみたかったので、トルコアイスともちもちポテトを注文しました。トルコアイスといえばこのパフォーマンスですよね。私はもうやってほしかったのですごく嬉しかったです。やや右南の方角見えてきましたでしょうか。グランコクロス左手にはマックス・フェルスタッペンのうちわを持って、右手には角田裕毅のうちわを持って、声ではハミルトンって叫んでます。予選終了後、また外に一度出て前夜祭が始まるまで時間を潰します。ずっと何か食べてます。事務所。
そしてなんかライブ会場にいるみたいですね。僕が歌手になった気分ですけど。アタックが終わってピットに入っていく試合じゃないですか、うん、ゆっくり走るんですけど、その時たくさんの方々が応援してくれてたあの景色を見て、もう毎回エネルギーもらってましたし、はい、毎回そのフレッシュな力でいけたんで、それが一番大きな支えになりました。はい、みんなの応援が今日のスーパー選手です。前夜祭終了後に観客席とレーシングコースを仕切るフェンスが開放されたので、中に入ることができました。ピットの目の前までも行くことができたので、もう必死に手を挙げてスマホで撮影しています。Go!